最終戦に、えー、いい結果で終わりましたね。そうですね。これまでの2戦がちょっとうまく走れてなかったので、まあみ,みんな友達とか家族とか、まあ、チームの皆さんが、えー、いる中での表彰台に上がれたのはすごく嬉しいです。もうね、スゴも森脇ワンツーでしたけども、また2回目。え、ワンスリーか。<laughs> え, <laughs> えっと、<laughs> えー、森脇ワンツーでしたね。はい そうですねもう今年最初で最後のレースでワンツーになれたのは本当に嬉しいです、えー、まだ高橋選手、だいぶ早いですけど、来年はそうですことし、今年まあ、高橋選手がどうなるか、ちょっとまだわからないんですけど、こ、まあえー、今年高橋さんが出したタイムを少しでも塗り替えれるようなレースを来年はしていきたいと思います。